それではですね、えー、続きまして井出光さんの前澤さんからプレゼンよろしくお願いします、はいえー、それではあの井出光の取り組みについてご紹介してまいります次お願いいたしますまずあの私ども石油生成石油化学の事業の特性について2つの側面をご紹介したいと思いますまず我々はあのガソリンのような危険物あるいはプロパンガスのような高圧ガス、えー、装置によりましては毒性ガス、まあ、そういったものを扱っておりますので、えー、少量の漏洩でも 重大な保安災害あるいは人身災害につながりかねないという特性を持っております次お願いします今一つの特性が非常に設備が多岐にわたり設備管理すべきアイテムの数が非常に多いということでございます配管にしますと数十キロ凛々する上流とあるいはポンプ類まあそういったものを適切に設備管理していくことが非常に重要になってまいりますまあそういったことから そこに示しました予見性網羅性管理性この3つの柱を元とに管理しているところでございますその中央部に書きました6つの点が重要なポイントになってくるかと思っております次お願いしますその6つのポイントを俯瞰的に示したのはこれこちらでございます設備の不具合の予知検知それからデータ解析による予測監視点検の効率化そして教育安全活動業務支援この6つのことを 今までは人間が中心となってやってきておりましたけれども、これをスマート化することによりまして、人は安全性向上に向けたさらに付加価値の高い仕事に集中できる、こういったことを考えて当たっているところでございます。次お願いします。まあそういった中で本日は二つの事例だけご紹介したいというふうに思います。一つ目はあの外面不色の画像診断システムでございます。 外面腐食と申しますのは、製備所構内にございます金属の配管、これが海水などの塩害によりまして、錆び、外面の腐食を起こす、こういったものを管理する活動でございます。次お願いします。具体的にどのようなことをしたかと言いますと、システムの概要はこのようなイメージになっております。現場の点検をしている運転員が、腐食の箇所を点検の中で撮影いたします。それを B の腐食評価システムへアップロードしていきます。 それをシステムの中で解析結果を管理やスプールズ、図そういった大腸類と紐付けてどこの配管を撮った写真なのかそれを明確にできるように管理してまいります次にそのデータを A の腐食評価モデルで腐食の進行度を自動で評価してまいります評価されたデータは B の腐食評価システムに転送されもともとの図面に紐付けられ 作業員に報告することができるまこういった一連の流れが自動化しているわけでございます次お願いします今一つはドローンの活用でございますただいま説明しました外面不システムとドローンを組み合わせまして点検業務の効率化を図っております現在日本では整備所内での自立飛行は認められておりませんが将来を見込み自立飛行によるドローンが事業所内のあらかじめ知らせたルールと自動飛行を撮影し 不や漏洩などの異常を早期に発見すするシステムでございますこの図のようにタンク周辺をドローンが GPS で技術飛行し自動撮影を行い撮影した画像をシステムで解析し異常を検知するこういった仕組みを目指しているところでございます。次お願いします。こ,のここに示しました写真はタンクウィンドガーターという補強版の部分でございますけれども左が腐食の評価画像で 緑の縁の部分が腐食しているという表示になっておりますまた撮影した画像はマップ上に紐付けすることができまして点検結果が図面上からも確認することができますデータを集約しどの位置の腐食がしやすいかまそういった分析にも役立てることができます先ほどご紹介にありました通り10月30日からは検査機具類を搭載したドローンが見取られておりますのでこれからさらに応用の範囲が広がってくるのではないかという,ふうに期待しております 次お願いします最後になりますけれども、私はここに示しましたスマート保安協議会の高圧ガス保安部会の構成品にもなっております。今年に入りまして、複数回の官、民合同の議論を重ねてまいりました。ここに示しましたのは、アクションプランの一例でございます。民間側のののアクションンプランとしてこちらのような都道の整理を行い ここに示しましたのは私どもの事例でございますけれども、緑のところは完了、黄色のところは現在進行中、まあ、こういったところで、この指針にのっとり活動を進めているところでございます。次お願いします。最後に、このようなスマート技術を活用することによりまして、コア技術をデジカル、化を行うと同時に、新しいビジネスの創造、付加価値の、新しい顧客価値の創出、まあ、こういったものにつ,つなげていく所存でございます。以上でございます。 はいどうもありがとうございました、えー、高圧ガスの保安分野においてですねあのスマート保安のアクションプランの策定ということをリードされておられるということですね大変あの素晴らしい取り組みをされているというふうに感じました、えー、またドローンもですねあの非常に積極的に活用されまあごさんからご紹介ありました10月にあの規制が 緩和され、それを、えー、に基づいてですね。いろいろ今後活用に向けて進められるということでですね。大変素晴らしいなというふうに思いました。どうもありがとうございました。それでは最後になりましたが、そのドローンのですね。あの活用につきましてですね、えー、自立制御システム研究所の鷲谷さんからですね。あのプレゼンいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 それでは当社、自立制御システム研究所、英語でオートノムス・コントロール・システムスラボラトリーと申しまして、まあ、会社名の頭文字とって ACSA と呼ぶんですけど、の取り組みについてご紹介をさせていただきます。次お願いしま,すあのまず当社についてなんですが、当社、2013年の千葉大学発祥のベンチャー企業でございまして、大学の教授が、今は野波健三という千葉大学の名誉教授になったものなんですけど、が創業した会社になります。 で2度ほどあの30億円ほど資金調達をして、2018年の12月に、えっと、世界で初めてドローン専業のメーカーとして、東証マザーに上場を果たししておおります次お願いしますす次願い当社が開発している機体は、あの本当に用途に合わせたあの専用の産業用ドローンを開発をしておりまして、あのこちらの画像にあるように、物流であれば、物流用途の、まあ、国産のドローンというものを作っております。 でドローンあの、先ほど10月に法改正もあったということもございますが、大きくあのこれまで無人地帯、有人地帯、つまりは人のいるところかいないところのどこを飛ばしているかという点と、目視内、目視外、見える範囲、ないしはドローンが見えなくなる範囲で飛ばしているかという形で、これまで法律が整理をされてきております。 で日本はですね、すごい世界に先駆けてあのドローンの空の産業革命ロードマップというものを策定をしておりまして、2022年にはあの予定ではレベル4といいまして有人地帯を目視外飛行をする、つまりは遠隔制御ないしは自動飛行をするというような法改正の議論も進んでいる次第でございます。これが起きることで本当の意味であの人の上を飛べることにもなってまいりますので、あのスマートフォン等も普及していくのではないかというふうに考えております。 であのいろいろな産業用途の空間を捉えた時にまたときに橋梁とかトンネル、プラント、ダム、タンク倉庫とかあるかと思うんですがやはりさまざまな環境で各々の,おの,あの飛行環境の特性などがございますもちろん閉ざされた空間であれば GPS が入らなかったりある特定のセンサーが使えない一方で屋外であれば GPS が使えるなど こういうようなところに合わせてやり従来技術ではなかなか社会実装できないのではないかというふうに当社は考えております。ただねあの用途に合わせたあのドローンを作っていくというところを取り組んでいるところでございます。本日そのあの二つほど紹介させていただければと思います。はいこちらあの当社がのえっと東証を一あの、えー 東証に上場されてある NGS 社とともにあの開発した機体を水力発電の,あの導水管の中をです、ね、あの関西電力様とともに受賞するというもののこと,となりますでこう斜め45度ぐらいの山間にある傾斜のところここにやっぱ足場を組んでこの中に作業員が入って点検をされておられるんですねでこういうような環境やはりあのコストも増大ですしやっぱあの作業員の危険性というところそしてあの点検の後期というものがなくなってしまう。 これをいかに合理化できないかということで、画像にあるような専用のドローンというものを作っております。こちらの缶の側面から、本当5センチ、10センチほどなんですけど、ホバークラフトのように浮いてです、ねで、上の入り口の方から、すっとその缶の中を降りていくことで、スクリーン調査をするというような形でございます。この上の上方から落とと。ししてて、ていってスクリーン調査をしていくと でまさにこれが実際の次は中を飛んでいる様子になってくるんですけど、全く真っ暗な空間なんですが、ドローン側にしっかりと照明と、撮像用のカメラを搭載をすることで、えっと、入り口からドローンを落として、あとはもう出口の方で回収をすることで、缶の中を一気にスクリーニングできると、とこのような技術に取り組んでおります。こうすることで、あの点検コストの削減であったり、まあ、足場を組,まなく組んだり、撤収することが必要なくなりますので、しっかりと工期短縮、こういうものに貢献をさせていただいている次第でございます。 次,お願いします次のところもう2つ目もう1つの事例になってくるんですけどこちらも関西電力様が火力発電所の中の煙突の中を点検するというようなところでやっているところでございますよく煙突の外側はあるんですけどやはり点検したいものはどちらかというと内周中側のところなのでドローン側にこれも特許を出願しているものなんですが缶の中を自動で ずっとまあ百五十メートルな百八十メートルなり、スーッと上がっていって、三百六十度カメラを搭載していることで周辺をこう見れるようにしていくこのような開発というものをやっております。やはり煙突の中はあの GPS 等が入らなくなってくるので、ライダーとか画像処理こういうのを使ってえ中をしっかりと点検できるようにしているというところでございます。次お願いします。以上があの弊社の紹介でございます。弊社も今後スマート保安を推進してまいります。 よろししくお願いいいたしますはい、どうもありがとうございました。えー、大変興味深いドローンあの、水力発電所の導水管の中の、えー、専用の,そのドローンを作られているのを私も初めて知りました。本当にあのあの素晴らしい取り組みをされているんだなと思いました。また、保安分野ではドローンの技術では、日本が割に進んでいるということをお聞きしてです、ね、大変あの心強く思いましたありがとうございました。